アビ,アビスパ福岡、アビスパ福岡、アビスパ福岡、アビスパ福岡は、福岡県福岡市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟する、プロサッカークラブ。1982年総部の中央防犯サッカー部が前進。1994年に J リーグ巡回員となり、1996年より J リーグへ加盟している。クラブ名のアビスパは、 スペイン語で、クマンんチ、スズメバチの意味。蜂の持つ、集団的行動や俊敏性が、軽快で、統制の取れた多様なグループ攻撃という、チームの目指すスタイルを象徴する。運営会社はアビスパ福岡株式会社である。ホームタウンは、福岡市一市のみであるが、2017年4月29日に、 ホームスタジアムのある東平尾公園の近郊に位置するカ谷ヤ海町、締め町との間で地域活性化とスポーツ文化の振興を並びに地域に根ざしたスポーツクラブ及び地域に生活する人々と共にスポーツを通じて子供たちに夢と感動を地域に誇りと活力を与えることを目的としたフレンドリータウン協定締結している。 ホームスタジアムは、東平尾公園博多の森球技場、命名権名称、レベル5スタジアム、練習場は、福岡市岸のスレクリエーションセンター球技場である、詳細はスタジアムを参照。運営会社の出資企業、団体の多くは、福岡市に主要拠点を置く、もしくは福岡が発祥の企業であり、取締役には、主要株主である、コカ・コーラウエスト、福岡市、 市民局、九州電力、西日本新聞社旧電工、福屋、福岡銀行、西日本シティ銀行の幹部がついている。なお、主要な出資者にセコムが入っているのは、クラブの母体となった、中央防犯アクトサービス、現、中央防犯がセコムの判代利点を受け負っていた縁があり、大都議権が入っているのは2008年の増資時に、大都からの出資の意向を受け入れたことによる、 工術。2014年に増資を行い、システムソフトが筆頭株主となった、工術。福岡市の姉妹都市でもある、ボルドー、フランスをホームタウンする FC ロンダンボルドー、リーグ技術提携し、若い選手の短期留学や、コーチングスタッフの交流などを行っていた。1982年に、静岡県藤枝市で創部された。 中央防犯サッカー部が前身であり、1991年に日本サッカーリーグ2部、1993年にジャパンフットボールリーグ1部に昇格した。1994年に中央防犯 FC 藤枝ブルックスと改名し、同年に J リーグ準会員となったが、当時藤枝市内に J リーグ基準を満たすスタジアムが存在しなかったことなどから、J リーグクラブ誘致に動いていた。 岡市の養成を受け、1995年に福岡市にホームタウンを移すとともに、福岡ブルックスへ改名した。監督に1978フィーファワールドカップでアルゼンチン代表であったホルヘマリオオルギンが就任。トスエフより、ウーゴマラドーナ、ミノグジユスケ、中込めまらを獲得、引き続き中央防犯時代より所属の元アルゼンチン代表。 ペドロトログリオラを擁し、京都、トスエフ、神戸などと争った結果、24勝6敗の成績で JFL で優勝し、1996年からの J リーグ加盟を決めた。なお、シーズン終了後に、オルギンは監督を退任した。また、J リーグ加盟に合わせ、アビスパ福岡へ改称した。これは、ブルックスの故障が、紳士服メーカー。 ブルックス・ブラザーズ社の商標で商標権侵害の恐れがあるためであった。1996年、横浜 M 元監督の清水秀彦が監督に就任。マラドーナ、トログリオ、マジョールの3外国籍選手らが残留。元日本代表の津波敏文、広島から森秀明など、ベテラン選手、中原井、藤本、久永、石丸らも入団したが、順位は15位。 1997年は17位、1998年は18位と2年連続シーズン再開。1998年は J1 参入決定戦に参加したが、1回戦で川崎 F 第3参入クラブ決定戦で札幌を破り、J1 参入を果たした。なお、1998年に千代田光東福岡高等学校3年を、 強化指定選手第1号、現在の特別指定選手として受け入れた。松田大成4年目、矢蓋光京前神戸、布部陽伊佐を、区東正一、共に、毎週大阪などを補強したが、12節終了時点で1勝6敗5分の16位。5月22日に、松田を監督から解任。公認に、V 川崎と神戸の元監督の川勝良一が、就任。 2006FIFA ワールドカップによるリーグ戦中断期間に、神戸からバロンを完全移籍、また大宮から佐伯直也、東京 V から e o 1系を期限付き移籍で獲得。シーズン成績は16位。J1J2 入れ替え戦で、J2.3 位の神戸にに分けながら、アウェーゴール差で敗れ、1年での J2 降格が決まった。シーズン終了後に、川勝が監督を辞任。 五回戦へ勝ち残っていた天皇杯は沖野人氏が代行監督を務めた。なお、この年に運営会社の称号が福岡ブルックス株式会社からアビスパ福岡株式会社へ変更され。篠田大成4年目、長年在籍した久藤誠一が引退、毎シーズン15ゴールを挙げた江と元儀が豪増え、中島隆史天が柏へ、大久保哲也が山形へ、 柳ぎ智とが FC 東京へ、安倍隆氏が金沢へ移籍、大山京平、平石健太が対談した。補強は、千葉から和田拓造、岩田から成岡翔、横浜 FM から清水の久が完全移籍で、岩田から松浦拓美、FC 東京から重毛松健太郎が、レンタル移籍で加入。キム・ミンジェ、旗本時夫、牛の浜拓が新加入した。 またには大輝のレンタル移籍期間も延長した。開幕戦で新潟に敗れて以降開幕から9連敗 J リーグ敗岩田戦を含めると公式戦10連敗6月15日の第15節リーグ10戦目の神戸戦に引き分けて初の勝ち点を得たその後3連敗で13試合連続勝ちなしとなったが7月2日の リーグ戦14試合目の甲府戦で初勝利を挙げたが8月にシノダを解任しヘッドコーチの浅野哲也が監督に就任した10月22日に新潟に敗戦して j に降格が決定最終順位は17位でシーズンを終えた天皇杯は3回戦で仙台に敗退した福岡ブリュックスとしてホームスタジアムは 福岡市博多区の東平尾公園内にある東平尾公園博多の森球技場、命名権名称、レベル5スタジアム。2008年以降のリーグ公式戦はすべて同競技場で開催しているが、2017年11月26日に行われる J1 昇格プレイオフ準決勝は、博多の森球技場のラグビーワールドカップ2019を見据えた改修工事に伴え、 熊本県民総合運動公園陸上競技場、命名名県名称、笑顔健康スタジアムで行われる。なお、過去のホームゲーム開催スタジアムは、アビスパ福岡の年度別成績一覧年度別入場者数を参照の子。練習場は、福岡市東区の福岡市岩の巣、レクリエーションセンター球技場である。2003年までは、ファーストユニフォームが、シルバー。 セカンドユニフォームがネイビーだったが、2004年からは、前日のサポーターのアンケート結果を受けて、ファーストユニフォームがネイビー、セカンドユニフォームがシルバーに変更。さらにその後、セカンドユニフォームの色がシルバーからホワイトになった。U-18U-15。1999年11月に、韓国の海洋大学校に所属していたリカム。 当時降臨韓国代表の獲得を発表したが、K リーグからドラフト規約違反と反発があったため、入団契約を解除した。2000年の J リーグカップ予選、湘南ベルマーレ戦、4月12日で、アビスパは主力を温存し、若手、中堅選手が中心となって出場し、最強メンバーで試合を戦うことというリーグ規定に反するではないかということで問題になったものの、 試合は勝利を収めた。福岡移転後から1998年に福岡市が4億円の増資引受けと最大9億円の融資を拠出。2006年には資本金34億円の99%減資と大株主からの追加支援を受けるなど慢性的な赤字体質が続いていた。そんな中、ユニフォームの胸スポンサー。 ジョージャのロゴを掲出であった、き株主の北九州コカ・コーラ・ボトリング、コカ・コーラ・ウエスト・ジャパン、CWJ、リコーさん愛グループが2007年シーズンを最後に、ユニフォームスポンサーを撤退。その他のユニフォームスポンサーもすべて交代となったが、胸スポンサーだけは、後継が埋まらず、歴代ユニフォームスポンサー年表も参照、経営問題がクローズアップされることになる。 2008年6月、パチスロキメーカーの大都議券がクラブに資本参加し、ユニフォームスポンサーとなると報道された。同社の関連会社がパチンコホール経営を行っていることなどを理由に一時、J リーガーが難色を示したが、同年9月に正式に同社の資本参加が発表された。ただし、ユニフォームスポンサーとしての参加は見送られた。2009年シーズンは、 パンツ以外のユニフォームスポンサーがない状態でシーズンに突入するという異常事態となったが2009年4月にユニフォームの胸スポンサーがエバーライフに決定した。セスポンサーもオデッセイコミュニケーションズに決まった。2010年には電通出身の大塚氏が社長に就任、大口スポンサー頼みの企業体質からの脱却を図るべく広告スポンサー数を 約90社か約150社にまで増やし、経営問題に改善の傾向が見られたかに思われた。しかし2013年、2014年度の J リーグクラブライセンスで、経営状態について、是正通達より一段階、軽い個別通知の二帯付きの J1 ライセンスが交付された。直後の10月15日に、地元市の西日本新聞、西日本スポーツが、アビスパが、 J リーグ大会の可能性もある極めて厳しい経営状態にあることを報じた。具体的には2013年5月頃から運営会社の資金繰りが厳しくなり、数千万円の短期借り入れで運転資金を回したが、9月末現在でも約9億6千万円の営業収入を見込んだ予算に対し実際の営業収入が約8億2千万円に止まる一方、 10月の時点で運転資金について新規の借り入れができなくなったため手元資金が底をつく11月末に運営資金約5000万円が決済不能になり12月分の選手の給与が支配になる可能性があるというものでありアビスパの小学生招待事業アビスパキッズパートナーの協賛金募集に際して福岡県サッカー協会が参加の少年サッカークラブに対し アビスパ福岡が資金面で最大の危機に面しておます。11月30日までに5000万円の運転資金が準備できなければお金の流れが滞り最悪の結果を招くことになりますという趣旨の文書を送付したことで明らかになったものであった。アビスパ社長の打つか氏だは最悪の場合は J リーグから借金して 勝ち点マイナス10となることを覚悟しているとコメントし、大株主らに協賛金の要請を行ったが、2006年、当時の経緯もあり、大株主の福岡市や西武ガス、福岡フィナンシャルグループ、西日本鉄道などが、アビスパに対する追加支援に否定的な見解を示した。しかし、アビスパキッズパートナー協賛金をはじめとする個人、 法人からの小口協賛金2645万円や、大株主の福屋による間接的な支援、支援商品を販売し、売上をアビスパに寄付、最大約1776万円などが集まり、11月16日時点で年内の資金繰りは手当てできたことを発表。11月30日には一連の経営問題の責任を取って、大塚氏が、 代表取締役を任し、後任には、元鹿島アントラーズ強化担当部長の野見山敦氏が、就任し、野見山をサポートする役割として、常勤の取締役に、地文化振興部課長の樽見明が就任した。翌2014年2月5日、クラブ経営強化を図るためにアドバイザリーボード、経営諮問委員会を設置。7月23日に発表された。 J リーグ参加51クラブの2013年度決算において2期連続赤字で約2800万円の債務超過となっていることが報告された。大川正明 J リーグ上無理事は黒字側んとかなるが債務超過解消は確証が持てないと指摘、報告時点において債務超過であった11のクラブのうち9月のライセンス審査までに 債務超過を解消させる目処が立っていないクラブは福岡のみであった。2014年8月25日、この日行われた臨時取締役会で福岡市発祥で期間、機関業務系システムの開発やウェブアプリの開発を手掛けるシステムソフトを対象に約1億円の第三者割り当て増資を実施することを月の臨時株主総会に諮ることを決議。8月29日付で システムソフトがアビスパへの資本参加決定を発表したことから懸念されていた債務超過の解消と J リーグクラブライセンス制度の剥奪は回避される見通しとなった。第三者割当増資は9月22日付で実施されシステムソフトが筆頭株主となり同社社長の吉尾春樹とシステムソフトの親会社でるアパマンショップホールディングス常務取締役。 アパマンショップネットワーク代表取締役、あるあるシティ代表取締役の川森隆氏が新たに非常勤の取締役に就任。川森は2015年3月30日に開かれた株主総会及び取締役会で社長に就任。前社長の野見山は上勤の取締役に交代した。社長に就任した川森隆氏は経営再建と効率化に向けた。 様々な改革を実施、業務限定社員の導入を含めた営業体制の拡充、社員それぞれのスキルを活かせる雇用環境の確立、キャッシュフローの改善等を進めた。その結果、スポンサー数が186社、2014年度から1010 10社、2015年度と約5倍以上に増加。観客動員においても、レベスタ1.5万人プロジェクトをはじめ、 トップチームはもちろんアカデミースクール生に対する理念共有を含めた様々な取り組みを重ねた結果2016年では2015年との比較で観客動員数172%へアップしたアビスパ福岡の決算は次の通り楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください